スノーキーの FX 企画攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。で、私の現在の、リピート系 FX のポジションなんですけども、先週と変わったのが、ユーロドルがショートから、ロングに変わっております。はい。このあたりはね、トラッキングトレードとかループイブダンの方の動画でお話しました。で、ポジション持ってる時っていうのはポジショントークになるかも、つまり願望でお話しする可能性がありますよということだけどお伝えしておきます。で、昨日のツイッターの投稿でね、はい、こんな感じで、ユーロドルのショート手締まりしてロングにしましたとかね、こういったことも投稿しております。ということで、私が主に取引しております、通貨ペア、7通貨ペアかな、の冷やしチャート、1本のロウソク足に1日の値動きを表しましたチャート画像をご覧いただきます。まず、米ドル円ですね。先週ね、112円割らないで、割って、そこで走らなかった。はい。で、走らなかった、陽線出て、また次の日陰線出て、あれって、もう本当にこのあたりはね、売りで入ってても買いで入っててもモヤモヤってするところでしたよね。そしてね、週末、木、金にかけて上昇して、本当にちょっとここの勢いあんまりすごかったので、一旦止めようかどうか悩んで、止めるタイミング逃しちゃったんですよ。買いをね。で、そう思ってる間に、記者会見始まって、またそこで揉み合ってということで、ちょっと上髭長いのが気になって、冷やし以外の、時間軸で見ても、気になるところなんですけども、111.8 ぐらいですか、このあたりのちょっと下値固めはとりあえず終わってるんで、上かなとは思うんですけどね、どうでしょうかね、はい。で、ユーロ円もこちらまたちょっと嫌な、はい。形状になってるんですよね。冷やしだけで見るとこんな感じ、ごめんなさい、金曜日だけで見るとこんな感じなんですけども、でも軸はね、そこまで下じゃない風に私は思ってるんですよね。それに関しては、ポンド円も同様で、金曜日だけ見るとね、ちょっと嫌な感じなんですけども、というところです。で、次ですね、ユーロドルですね。はい、こちら私、ショートからロングに変えたっていうことなんですけども、1.08 で頭が重たくなって、ショートに変えて、そして 1.06 で、またこの辺りで一旦反転するんじゃないかっていうところで、はい、買いに変えました。どうですかね。多少下がっても、全然我慢できる感じなんですけども、そうですね、ユーロドルにしてはそれほどすごく、ね、動いていないですよね。やっぱクロス円、米ドルのとこクロス円の方が、はい、値動き的には面白いというかね、値幅取りやすいのが最近の動きですね。で、A ポンドドル、ここは難しいですね、本当に。ちょっと結構チャートがあまり綺麗じゃないんで、ただ一定のレンジ内に収まってるかなというところではありますよね。もう、この辺りにずっといるんでね、ポンドにしては珍しく。はい。で、次が5ドル円ですね。5ドル円がね、5ドル円というか5ドルがね、強いんですよね。はい。で、ちょっとトラッキングトレードの動画の方でもちょっとお話したんですけども、ここの高値チャレンジ、これもう、4回目ぐらいなんですよね。で、ちょっと、週末は、米ドル円下げたというかね、関係で下げてるんですけども、週足で見るとですね、こんな感じなんですよね。もう、こう、ごめんなさい、87円か。ここブレイクしてもおかしくないんですよね。はい。で、ここブレイクすると、もう88円も見えてくるというところで、そうですね、ここちょっと、ずっと売りで入っていて買いに変えたんですけども、ね、上がってほしいとは思ってるんですけどね。で、逆に弱いのがニュージーランドル円なんですよね。木曜日の、政策金利発表後の要人発言で、ちょっと結構売られて、そこはね、ああいう時大体戻すんで、戻ったんですけども、それでも5ドル円と比べると、非常に物足りないなというところで、はい。だん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 追いついていくのかなーっていう感じなんですけどね。はい。もう一回この辺りチャレンジしに行ってほしいところなんですけどね、ロングポジション持ってるんで。で、来週の重要指標などなんですけども、特に重要と思う経済指標はないんですけども、またイエレン発言があります。はい。火曜日の深夜と、水曜日の深夜、半期の金融政策についてということなんで、でもどうですかね、為替は動くと思うんですけども、それほど大きな材料っていうのは多分出ないかなと。で、火水、おそらく話す内容、それほど変わらないと思うんで、重要なのが、この火曜日の深夜、深夜というかもう日本時間の早朝4時ぐらいだと思うんですけどね、なかなかここ見れる方っていうのは、いないかな。私は一応、はい、チェックしようと思うんですけども。で、スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気、今114円台半ばの攻防に注目と書いていますけど、まあここまで上がればっていうことですね。ちょっとまあ金曜日だけ見ると嫌な感じなんで、まあ週明けはとりあえず下の方にフラフラっといって、そこでどっかで反転してっていう感じになるかなと思うんですけどね。で、まあその次で言うと、115円手前ぐらいに多分窓を開けていて埋めていないところがあるんですよ。115円手前ぐらいね。はい。まあそのあたり埋めるのかどうかというところになっております。ただちょっと今の時点では、まあそこまで、はい、まだ考えるの早いかなと思いますけども。で、ユーロドル、A ポンドドルは、ごめんなさい、ユーロ円、A ポンド円は強気。豪ドル円、ニュージーランドドル円はやや強気。ユーロドルはやや強気、A ポンドドルはやや強気ということで、まあ全体的にまあ強気で、スタンスで挑みたいと思います。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、今週は、週末恒例来週の戦略でしたけども、これ以外にも投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。私のブログはこちら2つあります。良ければスマートフォン、パソコンなどのブックマークお気に入りに追加をお願いいたします。そしてね、Twitter の方も、できればフォローをお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。